士のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターを元気にやっていきたいと思います。さあ今映っているこちら Y 版コースト70なんですけれども、初めてですねこのゲームに出た本格的な飛行ユニットですね。なんといってもね、このなんとも言えないこの深海魚みたいな顔、そして握力が弱そうな爪、なんか翼んとこの鍵爪がなんか一本しかねえ、尻尾のトゲがもはや産毛。まあそんな愛すべき Y バーンなんですけれども、ディスってないよ、もう大好きなんです Y バーンが。はい、どんなユニットかというとですね、はい、大空に舞ってですね、人間ユニットみたいなちっちゃなやつだったら、おお2匹も掴んでる。おお、こうやってね場外に持ってってポイってね小さいユニットだったらこんな感じで、もうねすごいですよ、場外に落とすというね、結構ねクレバーなね戦い方をするんですわ。そんなね、Y バーンを今日はね、紹介していこうと思います。って、いや、もう今更？もうこのゲームやってる人とかね、このチャンネルの動画たくさん見てくださってる方はね、わかると思うんですけれども、いや、前からいたよと。この流れもう3回目だよね。なんで今更紹介するかというと、はい、ここに、コスト40、Y バーンの体がね、追加されたからですね。はい、ポンということでね、体だけです。このね、Y バーンの顔と Y バーンの尻尾はね、追加されておりません。いやー、この Y バーンの尻尾欲しかったなー。こう、スラーっとしててね。これもいろんなものに使えそうなんだけどなー。結構ね、恐竜の尻尾が多いんで、根元が太いやつが多いんですよね。根元が細いやつが欲しかった。これでね、あの、触手とかさ、竜のヒゲとかね、こういうので作ったらね、多分ね、うまくいくと思うんだよね。いや、残念。とは言ってもね、この体、だいぶ嬉しいですよ。リクエストでもですね、この Y バーンの体を使ってティガレックス作ってくださいとかね。ディアブロス、あとはねもうリオレウスできるじゃんとかね、この Y バーンの体にね期待を寄せてる方はね非常に多いと思います。今日はですね、この Y バーンの体をですね、ちょっとどんなもんかっていうのをね検証がてら紹介していきたいと思います。それでは早速見ていこう。はい、まずはねこの体だけをねちょっと戦わせてみましょうか。これ戦えるのか。まあまあ戦えると思うんですよ。なぜなら、はい、さっきみたいにねこうやってね掴んで場外に捨てるっていうモーションはねできますんで、全然胴体だけでも戦える。中にはね胴体だけでねあんまり戦えないやつもいるんですよね。結構温厚なやつだったりとかしたらね、全然もうただ敵に向かって走っていくだけみたいな。その点こいつはですよ、ちゃんとねユニットを掴んでね、この鍵爪で攻撃してくれる。はい、なんか握力がない爪とか冒頭で言っちゃってごめんなさいねいや全然力強くホールドしてるよね。顔がなくなったから鳴き声がなくなったね、あーとか言うんだけど、それが違いですね。ゲーム部屋、どうせならね顔をつけてあげましょう。いやめっちゃ怖いこいつ怖すぎ。いや肝バーンだなコウモリみたいな、なんだろうこいつとりあえずワイバーンではないな魔界のなんか魔界の飛べるやつ、悪魔みたいな感じだよね。いやーいいね。おーお、なんか牙に引っかかって二人を掴んでたぞ。おー、顔つけたらパワーアップしたわ。あれみたい、あのクロバットみたいだね、あのポケモンの。いや全然似てねえよってな怒られるわ。ダメダメ、こんな顔じゃもうねダメですよ。もうちゃんと作ろう、ちゃんとしたね顔つけてあげなきゃ、かわいそうだって。というわけで、はい、女性の顔をつけて、ハーピーやん完全にハーピーできたわ。ちょっとね尾羽をつけてあげて、あはははハーピーだ、赤いハーピー、いけハーピー、おお戦い方は変わんないけど、いやハーピーだわ完全に、怖えー、いや怖いわ、恐ろしいわいやーいいねいいね、この足が長いっていうのがねまたちょっとハーピーさをね醸し出してるよね。いやいいわいいわ、なんかここに来て結構女性ユニットをね作る機会が増えましたね。ゴーゴン作ったりとかね、前回の動画を見てくださった方はわかるかもしれないですけど、で今日はハーピーですよ。いやー女性ユニット大活躍だね。いやーこれを男にしたらね、なんかホークマンというかね人面鳥みたいな作れそうですけどね。はい、くちばし欲しいね、くちばし、くちばし上さん、ぜひこの動画見てたらよろしくお願いします。いろんなもの作れると思うんで。いやーできたできたハーピー。実はねこっそりこの Y バーンの体ができる前に、はい、このようにオリジナルハーピーを作り出しておりました。めちゃめちゃねラフな服装してるけど、はい、この羽がね実装された時にちょっとね試作したものですね。ちょっとさ、どっちがハーピーっぽいか見てみようぜ。レディーゴー。さあゴリラを相手にね、あーいいじゃんいいじゃん、こっちのハーピーもねなかなかいいと思うんですよね。なんか他のなんかどっか行っちゃってるしあいつ仲間に任せてあいつはもう空中散歩を楽しんでおりますわ。いやーいや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 、こっちはねいいけどねあんまり飛ばないよねあすげえ、2匹2匹4匹おお2匹ずつ、お吹っ飛ばしたこっちのハーピーの方がパワーあるぞ
でも飛び方がちょっと優雅じゃないよね。はなんか羽もね緑だしね。いやーいいな、これでハーピー軍団作れそうだな。ハーピーレディ3姉妹作れそうじゃん。クジャクマイのいいじゃん。皆さんはどっちの方がハーピーっぽいって思いますか？コメント欄で教えていただけるとありがたいです。こんなハッピーつければいいじゃんみたいな。あ、ハッピーズペットドラゴンとかも作りてえよな、どうすな。あ、最後は2人で仲良くゴリラをね分け合って倒すというね。はい、連携プレイがもうバッチリですわ。ハッピーレディ1、ハッピーレディ2、もしかしたらハッピーレディ3を作ってハッピーレディ3姉妹を作るかもしれません。というわけで将来のために保存しておきましょう。いやいや、俺ワイバーンなんだけどってね。あのキモクロバットみたいなやつとかさ、あのハーピーとかさ、もうそんなんじゃねえんだって。俺ワイバーンなんだってって体からちょっと聞こえてきそうですよね。でもごめんな、ワイバーンのね頭とね尻尾がねえんだよ。ワイバーン作るなら、はい、以前紹介したこのね下のボアが一番近いかな。だらーんこれが一番近いよね多分ね。ちゃんとね尻尾もつけてあげるから。はい、あーやっぱねこの付け根がねでかいからね似合わないんですよね。付け根に合わせるとさこんな感じだよね。ちょこんってダラーンとしてるよ、首も尻尾も。できた、しょんぼりワイバーン。なんかしょんぼりしてたらちょっと威厳がないから角つけてあげましょう。これで少しは強そうになったかな。いや全然強そうじゃねえ。いやそれはね戦ってみないと分かんないって。ワイバーンと戦わせてみましょう。いやこれでねオリジナルより強かったらねもうしょぼんなんて言ってられませんよ。はい、何これ何これどういう状況ですか。重なり合っちゃってるけど、さあ行け、このあのしょんぼりワイバーン。しょんぼりしてんな、なんか地味な戦い方だな。もうちょっとこうメリハリのある戦いをしてくれや両者。いやー全然見ててなんか燃えないわ、燃えるわ、燃える。あ、でも勝ったぞ。でもオリジナルに勝てたぞ。それなりの HP を残して。どうやって飛んでるお前、その羽がお前重なっちゃってるけど、それどうやって滑空してんの。どういう状況ですか。はい、何気にパワーアップしてるということでおっさんもね大丈夫なんじゃないかなと思います。さあ、はい、あ強いかも強いかも。こうやってね足で掴んで、掴んだやつにこのチタノボアのね首で攻撃するというね、めっちゃ殴られてっけどな。いや相変わらずこのおっさんのねモーションが面白いよ。パンチ空振りしまくってるんだけど。さあ行け、しょんぼりワイバーン。しょんぼりなんて言わせねえ。ほらHP ゲージ、あーめっちゃ殴られてる。あー腕が引きち、あーやられた。うっそー、なにどうした、カメラ目線でカッコつけて。いやいやダメだって、こんなねしょぼいユニットばっかり作ってちゃダメだって。もっと大きくしよう、もうワイルドに行こう。はい、でっかくなったよだいぶ。だってさ今回さワイバーンの体をさ研究してさ、後にねそのティガレックスとかさリオレウスとか作るんだろって。おい、作ろうとしたら転げちゃったよ。あーそっか、重さ問題ね、重さ問題あるよな。バランス取るのが難しそうだよな。ちょっとねティガレックスっぽくなるかね確認してみましょう。はい、ティラノサウルスの頭をつけて、まあ倒れるよな重いから。でも大丈夫、尻尾つければねまあいけるんじゃないかなと思うんですよね。はい、配置し直したら、あー尻尾の方が重い、あーバランスが取りづらいねこいつ。まあただただねティラノサウルスのね頭と尻尾とね爪をつけただけだけれども、やっぱりティガレックスを作るとなるとちょっとワイバーンの体が華奢だよね。足もさ細長いし胴体のボリュームもあんまりないんだよね。なんか肋骨出ちゃってるしな。結構このワイバーンなんか飢えちゃってんだよな、ガリガリだもんな。戦ったらティガレックスっぽく見えるんじゃねえかというね。どうだろうか、あー飛べてない。重すぎて飛べてない、ふにゃふにゃしてる。あーダメだー。まあティラノサウルスの頭だからね、言うてもまあそれなりには強いといったところか。あー難しそうだなー、これでティガレックスとかリオレウス作るの。倍率をちょっと上げただけでも結構自重で潰れちゃうかもしれないね。あーでもちゃんと飛んでるぞ。飛んだは飛んだで結構攻撃しづらそうだな。蹴られた。やられた。何もつけなくても結構自重で飛べなかったりする。あーもともと飛べねえんだ今ね。だいたいね普通の大きさの2倍ぐらいにしちゃってるんだけど、この時点でもう結構全然ダメだね、動けてないね。得意のつかみ攻撃も全然機能してませんね、ただただやられるのみ。ちょっとね大きくするとねあんまり飛べなくなっちゃうんで、まあ普通の倍率でねまたいろいろ作ってみましょうか。はい、クリロホの胴体そして尻尾をつけてみました。結構似合ってんね。どうせならちょっと爪もつけてあげようかな。
なんか腕を大きくしすぎたらなんか四足歩行みたいになっちゃった。あんまりクリロフをね改造したことがなかったからちょうどいいかも。これで戦わせてみましょう。レディーゴー。さあ行け、ワイバーンクリロフ。おお、結構軽快じゃねえか。さあこのワイバーンの掴み攻撃と恐竜の攻撃力が合わさったこのハイブリッド生物。あ、いいじゃんいいじゃん。いや結構四足歩行に見えるね。四足歩行獣に見える、いい感じ。おお、いっぺんに2匹を捕まえて、さあ、あ、噛んでる噛んでる、めっちゃ噛んでる。おーおお、いいじゃないですか。いやー、なんか体型が合ってるよねクリロホと。はい、クリロホよりもね格上のカルノタウルスとちょっと戦わせてみましょう。レディーゴー。さあどうだろうか。さあカルノタウルスに勝てたらね恐竜としての格が上がってる。もう恐竜じゃねえけどな、もはやこいつはな。もう合成獣だよ完全に。さあカルノタウルス、尻尾とか足を噛みたいがなかなか噛めない。そしてヒットアンダーウェイ。さあクリロホワイバーン。結構軽快に動いてるな。いいですね、ワイバーンと相性良かったねやっぱりね。あ、噛みたそう。さあ狙いを定めて狙いを定めて、一気に近づいて噛みつく。おー、ハンターやなこいつ。倒した、素晴らしい。いや、アロサウルスも倒せるかもしかしたら。さあ肉食恐竜のこの対決ですが、アロサウルス結構上の方ですからね肉食恐竜の中では。さあどうだろうか、 HP ゲージ見ていきましょう。お、勝ってる勝ってる。いやークリロホワイバーンなかなかですね。さあ逃げてるぞ逃げてるぞ。後ろ足でも攻撃できるし前足でもね攻撃できるからね、やっぱ単純にね攻撃力ありますよね。さあ見ていきましょう。アロサウルス追いかける、クリロホサウルス逃げる。さあさあアロサウルスなかなか相手を掴むことができない。いやークリロホワイバーンなかなかの強さですね。どんどん削っていく。さあアロサウルスと巻き舌噛みつくが、あ、どうだどうだ、どっちが勝つ、どっちが勝つか。あー、これはどっちが勝ってもおかしくない状況。おーっと、タッチの差でクリロホワイバーンが勝った。おー、悪魔みてえだな恐竜っていうよりももはや。いや、ちょっと空中戦見たくなってきたね。クリロホアイバーンとアイプテラノドンを戦わせてみましょう。おー、いいぞいいぞ、全然空中戦でも変わらぬ強さを見せている。プテラノドンが結構いっぱい相手でもねたかられることなくかわしながらね攻撃できてるけど、あー落ちていく落ちていく、あー落ちたか、あー落ちた。やられたわ。いいね、ワイバーンの体。大きさをね、あんまり大きくせずに作る分には結構安定して飛べるっぽい。というわけで、これをですね、ベースに、ちょっとね、新しいユニット作りましょう。ちょっとね、ふざけたやつじゃなくて、まあ、かっこいいやつを今度は作りたいですよね。先日、この火炎放射器のね、レビューで紹介した時にね、はい、この火炎放射器を、こうやってつけたらね、すげえかっこよかったんですよ。やっぱね、ワイバーンはね、空飛んでこんな感じでね、炎を吐いて欲しい願望があるからね。いや、めっちゃかっこいいよな。火炎放射器がそれなりの大きさならね、こんな感じで地上に向かってね、かなり大きなね、はい、炎攻撃ができると。いや、かっこいいよ、普通に。ちょっと火炎放射器がね、普通に顔みたいになっちゃってるしね。はい、黒焦げですわ。はい、ただね、このままだとちょっとダサいよね。この上からね、こうやって顔をつけることもできるんだけど、はい、こんな感じでね、弾かれちゃうんですよね。なので、ちょっとブロックとか、あとね、こういう装甲板とかを駆使して、この火炎放射器の周りにね、ちょっとね、顔っぽいやつを作ってね、アーマードワイバーンを作ってみましょう。いやー、かっこいいやつ作りてえな。はい、というわけで完成いたしました。アーマードワイバーン。はい、全身このようにですね装甲で覆われておりますね。メタル化に成功しました。この装甲板を向いていくと、はい、こんな感じでね火炎放射器が現れます。装備はですね、火炎放射器と、あとはね両翼の中間にこのようにロケットランチャー、小型化したものがついております。あとね、足の爪もねちょっと弱そうだったんで、もっとね鋭利なものに取り替えました。そしてジェットエンジンを搭載しているので機動力もアップしております。体力補正、攻撃補正はいじっておりません。武装を追加しただけですね。戦ってみましょう。さあ炎を吐きながら空を舞う、いいじゃんいいじゃん。さあジェットエンジンで機動力もそれなりにあるということでね、なかなかいいんじゃないでしょうか。さあミサイルランチャーがねプテラノドン相手だとちょっと当てづらそうですね。あっという間に勝利を決めた。いや、かっこいいかっこいい、音もいいよねジェットで。いや、地上の敵をね蹂躙してるところが見たいわ。というわけで怒ったジョーと戦わせてみましょう。さあ上空からのこのロケットランチャーと炎の攻撃、なかなかかっこいいんじゃないでしょうか。いや、ロケランがねちょっと命中率悪いね。まあでもこれぐらいの方がいいわ。あんまりね敵に当てやすすぎてもねちょっとねつまんないんで。おお、
火炎放射器で見事に吹っ飛ばしたもん。焼き吹っ飛ばしたわ。ピクピクしてんな相変わらず。さあ地上からロッキーにねミサイルランチャー撃たれたりとか、あとはねコマンドボーにね銃撃されても大丈夫かどうか見ていきましょう。さあこれはなかなかきつい戦いになるんじゃねえか。おお炎で一瞬だ。さあミサイルがおおかわしている。ジェットエンジンで機動力あるからかわせている。素晴らしい。いや Y バーンがベースなんだけどもね、体積がだいぶ増えてるんでかなりねごつく見えますね。いやーよかったよかった、かっこいいぞ。さあそれではアーマードワイバーン VS ジェットエンジンで同じく浮力を得たメタルマンティスと戦わせてみましょう。さあ鉄のワイバーン VS 鉄のカマキリということでね、さあ至近距離で炎を吐きまくる。おおやられた。マンティスにやられてしまった。いやーコスト的にはいい勝負かなと思ったんだけどな。まあ元がね強いからねカマキリは。さあアーマードワイバーン量産機なんであんまり強くしてはいないんですよね。かといってね弱いわけではないと思うんですよ。接近戦特化、そして遠距離装備をあまり持たないメタルセントピードには勝てるんじゃないかという仮説。さあ見ていきましょう。相性は良好か。あーセントピードに捕まった。あーやばいぞ、ワイバーン逃げられなかった。いやー食らいついてたな。いやこいつとはいい勝負なんじゃないかな。アーマードラゴンと戦わせてみましょう。同じアーマーのね名前を冠するものとしていい勝負なんじゃないでしょうか。おーいい勝負いい勝負。ビジュアルも申し分ないけれども体力がティラノサウルスだからやっぱり強えということでね。いやードラゴン対決負けてしまった。じゃあね同じくワイバーンを改造した、はいこちらドラゴンライダーと戦わせてみましょう。これはねなかなかいい勝負になるんじゃないかなと思うんですよ。見ていきましょう。さあワイバーンの戦い同士ということでね、はい絡まり合っております。 HP はですねどんどん負けていく。おいお前ら空気を読め。今日の主役はこいつなんだぞ。もう手加減なしか。いや全然もう空気読めない奴らばっかりだな。まあまあそこまで強くする気もなかったんでね。はい今度はですねアーマードワイバーンをですねちょっといっぱい用意して、はい人間の街を襲ってみましょう。いやこれはね絶対かなりかっこいい戦いになると思う。さあロケットランチャーで空爆。おーすげえすげえ、炎で炎。あそうだこの街にはドローンが配備されているんだった。やべえ激しい空中戦、そして最終兵器も後ろに控えているから負けてしまった。忘れてたドローンがいたんだった。いやお前らなかなかいいとこ見せらんねえな。いやでも空中戦で困った時といえばあいつらだよな。トゥー我々を呼びましたか。さあ最強の空中部隊と名高い大空の覇者エアフォースですね。エアフォース1、新しい仲間が欲しくないか。兵力増強を考えていたため、その話ありがたく頂戴いたします。エアフォース2、以前 Y バーンと戦ったが今度は仲間だ。これによって我が軍の戦闘力は3倍に跳ね上がります。よかったな。エアフォース3、お前も嬉しいだろう。これで Y バーンに乗ってお好み焼きを食べに行けます。 Uber Eats はもういりません。そうかよかったな。さあアーマードワイバーン、エアフォースへの配属が決定いたしました。いやサイボーグ恐竜軍とかねマシン軍団に入れようか悩んだんですけれども、エアフォースに入れたいと思います。さあ新生エアフォース、アーマードワイバーンという新しい仲間を得て戦闘力が強化されました。さあ2つの塔をですねあっという間に破壊する、上空からの炎攻撃。さあドローンもですねなんとか破壊したけれども、奥にはこの最終兵器が待ち構えている。やばいぞ。いやーすごいでっかいな、ロケランが、うわーロケランが強すぎる。あっという間に吹っ飛ばされた。いやそもそもこれ人間の街だからね。未開封のエアフォース、なぜ人類に牙を向く。申し訳ない、話の流れでついつい攻撃してしまった、許してくれたまえ。さあエアフォース今日もやらかしてしまった。この人たち本当に大丈夫なんだろうか。はいというわけでですね、今日はワイバーンの体がね追加されていろいろ作ってみましたが、最終的にはですねアーマードワイバーン作ってねエアフォース部隊に配属されました。これからもですねこれを改造していろいろ作っていきたいと思います。動画を最後まで見てくれてありがとう。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。